て、どう思ってたのさ。何が？ミカサのことだよ。エレンのことを忘れて誰かと幸せに生きていけると思う？君が望んだ通りに。さあ、わかんねえ。わかんねえじゃないだろう！僕は許した覚えはないぞ！ミカサの恋心を無限にしたことはどう思ってるんだ！命がけでずっとエレンだけを見てきたミカサに、俺のことは忘れろで済まされると思っているのか！少なくともミカサは、こんな女泣かせのことは忘れて幸せになるべきだね。まあ案外すぐにいい人見つけて、あっさりくっつく気もするな。いやだ。そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて、一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく、10年以上は引きずっててほしい。ああ、そう。そこまでかっこ悪いことを言うとは。今のはミカサには言わないでくれ。幸せになってほしいんだ、本当に。でも、くそ、死にたくねえ。ミカサと、ミテと一緒にいたい。ヘレン、諦めずに探そう。他の道がないか。ダメだ。俺と同じでみんな死にたくなかったはずだ。なのに俺は。アルミ、お前が言った通り、俺は自由の奴隷だ。バカなことを。もう取り返しがつかないのか。ありえない、こんなの。こんなのは解決じゃない。人がいなきゃ戦争は起きないだと、こんな冗談を真に受けるやつがあるか。エレン、確かにこの戦いは終わりが見えないし、全てはお前らを守るためだって思ってた。だがサシャもハンジさんも俺のせいで死んで、フロックたちと殺し合いまでさせることになった。どうして、どうしてこうなったのか、やっと分かった。バカだからだ。どこにでもいるありふれたバカが力を持っちまった。いつも遠くばかり見てるから。ありがとう、エレン。僕に壁の向こう側を、この景色を見せてくれて。これは僕たちがやったことだ。だから、これからはずっと一緒だね。これからどこで？あればだけど、地獄で8割の人類を殺した罪を受けて苦しむんだ。最後までとことん付き合ってやるよ。